高速道路との交差点近くのメインストリート沿いにある豪華に装飾された微老売店微老生子は微老やタバコを売る若い女性を指し台湾の路上でしばしば見かけた日常風景である彼女らは外からはっきりと明るく見えるガラスの囲いから肌を露出させた服装を着て物を販売している微老生子という中国風の名前は中国の春秋時代に 絶世の美女として存在した、生死にあやかっている。美老は、アジア太平洋地域に生息しているにもかかわらず、このようなセクシーな美老売りの女性は、台湾に限定して見られる。美老、生死の発祥は、1960年代に台湾、南投県国政京にある、相当美老店の開店にあたって、グラマーな女性で結成された、相当少女団であるとされる。 この店の経営戦略が成功したことによって、ライバル店も席冬美老店の服装を真似るようになり、20世紀の終わりになると美老聖主と彼女たちがいる。ネオンサインで彩られた店は、台湾の各都市や軍村のトレードマークとなっていった。店は都市部、郊外、田舎に関係なく見られる。台湾の文化におけるアイドルとして、 微老精子はたびたび芸術や映画に登場する。2001年には、ベティルトナットビューティーという大の映画が制作、上映され、2007年の映画、バンバンを、アイシャンでは、微老、精子の肉体に対して際どい描写がなされた。微老、精子の若い女性微老精子を取り巻く議論として、以下の2つの問題点が、集中的に取り上げられる。こうの場で、 露出度の高い服装を着ることの正当性彼女らの服装が経営者による搾取の犠牲とみなされる天美老生子は台湾の社会において農家や労働者階級出身であることが多い。このことが彼女の露出度の高い服装を資本家階級による搾取の印としてみなされているという批判を招いている。台湾中央大学で精査について研究している。 ジョセフィーネ法教授のように、若い女性が自信を必要とするマーケティングの技術を磨くことによって、経済的により良い状態になる数少ない機械として、微老生死を自己実現の場としてみなす研究者もいる。また、風紀上の問題から2002年に規制法が制定され、台北市内から規制が始まり、桃園県もこれに追従した。以降、台中市、台南市、 高尾市など大都市では姿を消した。依然として、高速道路のインターチェンジ付近や、地方では道端に立つ微老生死が見られるが、過激な服装は影を潜めるようになった。ありがとうございます。